こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では春のアウターをですね、皆さんに5パターンご紹介をしてみたいなというふうに思っています。まあ、春といっても暖かい日もあれば割とですね肌寒い日もあったりするので、結構ですねアウターのバリエーションはいくつかあった方が僕は便利なのかなというふうに思っています。僕個人としては結構ファッションの中でアウターの存在感っていうのはすごく大きいと思ってるんですね。というのも、人というのはですね、相手と話をするときに顔を見て話しますよね。つまりは顔を含めた上半身に意識が集中しやすいので、数あるファッションアイテムの中でもやはりですね一番外側に来るアウターの存在感って大きいかなと思うんですね。ですので、例えば僕が今着ているような白いニットですとか黒いボトムス、ここを固定してしまって、あとはアウターを変えるだけでもですね、様々なバリエーションを出すことができるんですね。まあ、ボトムスもですねファッションにおいてもちろん重要なんですが、視界には入りにくいので、アウターで大きく印象を変えるというのは結構便利かなと思うので、まあ、今回ご紹介する5つのパターンのうち、まあ、大体 3,4 パターンぐらい揃えておくと結構ですね印象を大きく変えることができるのかなというふうに思っています。まあ、気温に応じてアウターを変えていただけるように様々なものを用意してますので、これからですね一つずつ解説をしていきたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのファッションアイテムですとかコーディネートについては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップ動画というものがあるんですが、そちらの方で解説をしています。まあ、メンバーシップに関してはこちらの動画の下のですね説明欄に URL を貼っておきますので、そちらの方から確認をしていただければなというふうに思っています。それでは早速いってみましょう。はい、ということで早速1点目から解説をしたいなと思うんですが、まず最初にトレンド的で皆さんに紹介しておきたいのは、僕が今着ているようなシャツアウターですとか CPO ジャケットと呼ばれるようなアイテムなんですね。これはですね結構今季も様々なお店に並んでいますので、ぜひ皆さんにチェックしていただきたいなというふうに思っています。今僕が着ているのは昨年購入したエストネーションのオリジナルのもので、あとは動画の中でよく着ているのはこちらですね、ユナイテッドアローズで購入したこちらもシャツアウター風のアイテムです。色はダークグレーですとか、あとはネイビーの展開もあるんですけども、主にネイビーですとかグレーですとかブラック系で揃えておくのがいいかなと思うんですが、ちょっと旬な雰囲気を出したかったら、いわゆるアースカラーと呼ばれるような僕が今着ているオリーブだとか、あとは春らしい感じを出したいのであればベージュ系なんかを選んでもいいのかなというふうに思っています。まあ、こういったアイテムの便利なところというのは、シャツだとかあとはニットですね、こういったトップスだけだとちょっと肌寒いなって感じる時ってあるかなと思うんですね。そんな時に軽く1枚羽織れるものがあったら便利なんですが、まあ、こういったシャツアウターというのはですね、割と形としてはシャツっぽく見えるんですけども、生地に厚みがあるので着るだけでですね結構体温調整がしやすいんですね。あとは着丈が短いというところもすごく便利で、今っぽい雰囲気も出しやすいというところで、やっぱりですね今年持っておくべきアウターナンバーワンはシャツアウター系のアイテムなのかなというふうに思っています。僕もですねたくさんこういったものを持ってるんですが、意外と明るい色のものを持ってないので、今年の春はですねホワイトですとかベージュですとか、そういった明るいものを持ってみたいなというふうに思っています。ですので、すでにシャツアウターを持っている方はちょっと明るい色にトライをしてみるというのもいいかなと思うので、ぜひですねこちらのアウターもチェックしていただければなというふうに思っています。はい、続いて2点目にご紹介したい春アウターなんですが、今僕が着ているベージュ系のステンカラーコート、これはですね1着あるとめちゃくちゃ便利かなというふうに思っています。まあ、先ほどご紹介したシャツアウターというのは着丈も短いですし、もう少し暖かい日に適したアイテムかなと思うんですが、まあ、春先でも結構寒い日もあったりするので、そういう時にはこういった着丈が長いですねステンカラーコートが1着あるとめちゃくちゃ便利かなというふうに思っています。まあ、特にですね3月に入ってからウールのチェスターコートなんかを着てると、どうしても春の雰囲気とは合いづらいので、春コートは1着あった方が僕は便利なのかなというふうに思っています。まあ、ステンカラーコートというとネイビーですとかブラックですとか、そういったベーシックカラーもあれば、今僕が着ているようなベージュっぽいですね春らしいカラーもあるわけですね。まあ、これはどちらを選んでもいいわけなんですが、まあ、どうせだったら僕はですねベージュのような春らしい1着があってもいいのかなというふうに思っています。ただですねベージュというのはなかなかくせもので、素敵な色というのをですね選ぶのが難しいんですね。ネイビーだとかブラックに関しては結構濃い色なので、
そこまでパッと見では安っぽいなっていう感じは出にくいんですが、一方でベージュだとかライトグレーだとか明るい色になってくるとですね、意外とですね、色のちょっとした質感でおしゃれかどうかが変わってしまうので、意外と選ぶのが難しいんですね。ですのでベージュ系のステンカラーコートを買う場合はユニクロだとか GU も悪くはないんですが、ちょっと背伸びをしてセレクトショップのオリジナルで買っていただくとすごくバランスがいいのかなというふうに思っています。今僕が着ているのはユナイテッドアローズグリーンレーベルの今季のものなんですが、こういったステンカラーコートはすごくバランスが良くて皆さんにもおすすめかなというふうに思っています。こちらのグリーンレベルのコートに関しては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップ動画の方でですね、詳しく解説をしてますので、よかったらそちらもチェックをしていただければなというふうに思っています。まあ、ベージュ系のステンカラーコートのコーディネートとしてはすごく簡単で、僕は上半身をですね、結構明るめにまとめてボトムスで色を引き締めるというのをよくやるんですが、こういったカラーコーディネートだと結構収まりがいいので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて3点目の春アウターなんですけども、今僕が着ているナイロン系のジャケットですね。これもですね、春にあるとめちゃくちゃ重宝するんですね。今回はですね、以前動画の中でも解説をしましたノースペースのものを着てるんですが、まあ、こういったものが1枚あると T シャツの上に軽く羽織ってしまえば着こなしが完成するので、めちゃくちゃ便利かなというふうに思っています。まあ、今僕が着てるものは結構ストレッチも効いてるので動きやすいんですね。ですので部屋着としても活躍しますし、ワンマイルウェア的にも着れるので、1着あるとですね、春アウターとしてはものすごく活用できるかなというふうに思っています。まあ、今回はですね、内側にプリント系の T シャツを合わせて、ボトムスはですね、ちょっとゆったりめのものをあえて合わせています。もちろん細身のブラックジーンズとかでも合うんですけども、ちょっと今っぽさというところを出したいのであれば、ボトムスのシルエットはやや緩めでもいいのかなというふうに感じています。前はですね、開けても閉めてもいいんですが、僕は開けるようにしまして、内側に T シャツを覗かせてあげたいですとか、あとは腕もですね、軽くたくし上げて手首にですね、時計だとかアクセサリーをつけながら少し着こなしにアクセントなんかを取り入れるようにしています。さらに楽しみたい方は T シャツをインしたりしながら今っぽい雰囲気を出すのもいいかなと思うので、まあ、こういったスポーティーなアイテムでも今っぽい雰囲気を取り入れながらですね、楽しんでみるのもすごくいいのかなというふうに思っています。まあ、今回僕はノースペースを選んでいますが、あとはアークテリクスですね。この2大巨頭どちらかを持っておくとすごく使い勝手がいいかなと思うので、こちらのナイロンジャケットも頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、今度はですね、僕が今一番上に羽織ってるカーディガンですね。これまたですね、春に1枚羽織るにはものすごく重宝するアイテムなんですが、先ほどのナイロンジャケットよりもさらに暖かい時にこういったカーディガンがあると結構ですね、使い勝手がいいかなというふうに思っています。僕はですね、毎回 T シャツの上にこういったカーディガンを着ることが多いんですが、まあ、カーディガンというとですね、定番アイテムではあるんですけども、その中でもですね、やっぱりトレンド感みたいなものがあるんですね。例えばサイズ感に関しても、以前はタイトなものが多かったんですが、今僕が着ているものに関してはややゆったりめなんですね。とは言ってもものすごく大きいわけではないんですが、少し着丈も長いですし、身幅なんかもゆったりめになっていたりするんですね。あと特徴的なのはボタンがないんですね。まあ、最近カーディガンもですね、いろんなものがあるんですが、その中でもボタンレスのものがですね、ちょっと増えてるかなという印象があります。まあ、ボタンがないものに比べるとよりですね、シャープでスッキリとした印象になるので、僕はですね、どちらかというとボタンなしの方が好きかなというふうに思っています。まあ、皆さんもですね、カーディガンはすでにお持ちかなと思うんですが、ちょっとした違いで全然見え方が変わってくるので、場合によっては今年の春に新調してみるのもいいかなと思っています。まあ、ユニクロとかでもですね、シンプルなカーディガンは売ってるんですが、サイズ感に関してはド定番なので、少しですね、ゆったりめで今っぽいものを選びたいのであれば、やはりセレクトショップのオリジナルがいいのかなというふうに思っています。今僕が着ているものは去年ですね、ユナイテッドアローズで購入したものなんですが、やはりそういったセレクトショップであればベーシックなものの中にもトレンド感というものをですね、うまくミックスしてあるので、すごく使い勝手がいいかなというふうに思っています。そして着方としても少しだけ今年っぽさを出したいのであれば、 T シャツをボトムスにインしてみるだとか、ボトムスもシルエットはですね、細身じゃなくてややゆったりめを意識してみると、意外とですね、いつものカーディガンのスタイルが全く違った見栄えになるかなと思うので、ぜひトライをしていただければなと思っています。はい、ラスト5点目は今僕が着ているですね、ジャケットですね。
これも定番的なアイテムで、大人の男性であれば1着はですね持っておいていただきたいアウターなのかなというふうに思っています。今回ご紹介してきた中でも一番きれいめ寄りのアイテムなので、まあ1枚あるとですね便利かなというふうに思っています。一応ですねジャケットっていうのは定番アイテムではあるんですが、今年のトレンドと検索をしていただくと意外とですねテーラードジャケットというものがですね名前に上がってくることが多いんですね。ですので定番かつ少しトレンド感があるアイテムとしては1着持っておくのもいいのかなというふうに思っています。まあ、ジャケットといっても様々なバリエーションがあって、特にですねサイズ感というところは様々なバリエーションがあるんですね。今トレンドと呼ばれているようなジャケットというのはやはりタイトなものではなくて少しゆったりめのものなんですね。ですのでファッションが大好きな方であれば上下ともゆったりめのジャケットとパンツを合わせるというのがいいかなと思うんですが、僕はですねジャケットはできればですねジャストサイズで着たいと思うんですね。やはり僕たち大人世代のジャケットというのはスーツの延長線のアイテムなので、どこかジャケットのサイズ感というのは自分の体に合った方がしっくりくるんですね。ですのでサイズ感に関しては僕はオーソドックスなものでも全く問題がないかなというふうに思っています。その代わり今回ボトムスはですね少しゆったりめのものを選んでるんですね。もちろん上下細身のものでセットアップを組むのも全然悪くはないかなと思うんですが、ちょっとだけ今っぽさを出したいのであれば上下はちょっと変えてしまってボトムスだけ少しゆったりめにするというのも意外とバランスがいいのかなというふうに思っています。あとはジャケットの色といったらですねネイビーが定番的かなと思うんですが、ネイビーの中でも濃いものではなくて少し春らしいですね明るめのネイビー、もしくはですねブルー系を選んでもらうと意外とですね春の雰囲気とは合いやすいかなというふうに思っています。まあ、定番的なアイテムでもボトムスを変えてみたりだとか、あとは内側に着ている T シャツをインしてみる感じですね。まあ、今ちょっと再現してみますが、こんな感じでちょっとインをしてみるのもですね見え方を大きく変えることができるので旬な雰囲気が出しやすいのかなというふうに思っています。まあ、最近のジャケットは結構着心地のいいものが多いので、割とですねカーディガン感覚でサクッと羽織りやすいかなというふうに思っています。今僕が着ているジャケットもソロテックスという素材を使っているんですが、肌触りはいいですし適度な伸縮性があるので、これはですね長い時間着ていてもストレスにならないかなと思っています。ですのでビジネスカジュアルでも使うこともできますし、きれいめな私服としてこういったジャケットというものをですね気軽に取り入れてみるのも春のスタイルとしてはおすすめなのかなというふうに思っています。ぜひ皆さんもトライしていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では春のアウターをですね皆さんに5つご紹介させていただきました。結構ですねバリエーションが多かったかなと思うんですが、カジュアルなものから綺麗なものまで、そして厚めのものから薄めのものまで、様々なものをご紹介できたかなというふうに思っています。まあ、今回ご紹介した5パターンを持っておけばまず間違いなくですね足りるかなと思いますし、むしろ多すぎかなと思うので、まあ、3、4パターンぐらい用意しておいていただくとすごく便利なのかなというふうに思っています。まあ、ベーシックなものとあとはトレンド感のあるもの、こういったものをミックスしてもらうと結構ですね僕ら世代には使い勝手がいいのかなというふうに思っています。まあ、中でも一押しはシャツアウター系、これは必ず持っておきつつ、あとはナイロンジャケットでカジュアルな感じを出しつつ、そしてオンオフでも使えるようなテーラードジャケットですね、こういったものを新調してみるとかなりですねバランスのいいコーディネートが組みやすいかなと思うので、ぜひ皆さん頭の片隅に置いていただければなと思っています。こちらのチャンネルではこれからもですね大人の男性に向けてベーシックで使いやすいアイテムですとかコーディネートに関してどんどん解説をしていきたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。